ロシアンラストエンペラーの弟登場。最強皇帝の弟エメリア・エンコ・アレキサンダー。ノゲイラを完膚なきまでに叩きのめした男の弟。イノキズム最後の継承者藤田を締め落とした皇帝の弟。プライドの剛力王グッドリッジに何もさせなかった絶対王者の弟。プライドヘビー級王者兄ヒョードルと互角の力を秘めると言われるアレキサンダー。プライド初登場で実力を見せつけるか。シュートボクセヘビー級のシューバー、アスエリオ・シューバー。ブラジルの名門シュートボクセが誇るヘビー級のシューバー、プライドデビュー戦で強豪バレンタイン・オーフレームに圧勝。さらにその2ヶ月後、高田道場の山本典久をわずか11秒で秒殺。秒殺ストライカーがヘビー級戦線に殴り込む。エメリア・エンコ・アレキサンダー VS アスエリオ・シューバー。プライド武士道ただいまより第10試合を行います。 And now for the 10th match。 青コーナーよりアスエリオ・シューバー選手の入場です。魅了しヒョードルが頂点を取り、ミルコが席巻するヘビー級戦線。しかし世界最強チームシュートボクセにその時をじっと待ち続けていた男がいました。膝の故障で余儀なくされた2年間の戦線離脱から今復帰、アスエリオ・シューバの入場です。2年前持病だった右膝靭帯の故障にメスを入れることを自ら決心。以降は長く苦しいリハビリが続きました。歯がゆく悔しい2年、ただ待ち続けることしかできなかった2年、その苦しみからようやく解き放たれる時がやってきました。ミドル級王者バンダレーを生み出した最強軍団シュートボクセ、最強は我がシュートボクセによって語られるアスエリオ・シューバリングイン。アレコーナーよりエミリア・エンコ・アレキサンダー選手の入場です。最強なる皇帝の実弟参戦、もう一人のロシアンラストエンペラーエメリア・エンコ・アレキサンダーの入場です。ヒョードルの5歳下の弟が初めて日本の地を踏みしめています。兄と同じ冷たい瞳が見る者の体温を奪っていきます。ロシア次世代のエースとも言われているエメリア・エンコ・アレキサンダー。兄ヒョードルよりも一回り大きい198センチ120キロ。一撃の破壊力が兄をさらに上回り、かつそのスピードは勝るとも劣らないと言われています。今総合格闘技界で比類なき強さを発揮しているエメリア・エンコ・ヒョードルの弟の参戦。激戦のヘビー級戦線、エメリア・エンコ兄弟の氷の支配が始まろうとしています。第10試合を行います。青コーナー180センチ107キロ、アスエリオ・シューバー。
2年ぶりの復帰です。アスエリオシウバ。アロハ。198cm、120kg。エメリア・エン・アレクサンダー。エメリア・エンコ兄弟の支配が始まろうとしています。エメリア・エンコ・アレキサンダー。さあ、高田さん。はい。このエメリア・エンコ・アレキサンダーがですね、はい、何しろ楽しみですね。そうですね、いよいよベールを脱ぐという感じですね。何かこうほとんど表情を揺るがすことなく、ちょっと怖い感じがするんですが、本当に氷の表情ですね。ヒョードルよりも一回り大きい198cm 120kg。一方シューバもしかしシュートボクセヘビー級の優です。さあヒョードルの弟がいよいよベールを脱ぎます。エメリア・エンコ・アレキサンダー、またさあ投げ切りいった。シューバが踏み合った、アセリが踏み合った、左アッパー、小技もうまい。そして今度はグラウンドに持っていきます。まずは打撃で幕を開けて、その後はあっという間にアスエリオシウバをテイクダウン。そして右の拳を落としていく。兄よりも一回り大きいんですが、そうですね、身長でだからあのシウバより20センチぐらい、はい、でかいですね。そうですね、体重で15キロ。アスエリアが180センチ107キロ、エメリア・エンコ・アレキサンダーが198センチ120キロ。ヒョードルよりも16センチ大きくて17キロ足首を固めてますよ。アスエリオが足を取っていますが、しかしそれを力づくでアスエリオの体ごと持ち去ろうというアレキサンダー。しかし足を取っていますね、これね。取ってますね。取れてますが、かかりはどうなんでしょう。今逃れました。アレキサンダー足を取りましたが、しかし逃れました。そして打撃合戦です。まだベグランに行く。どうやらグラウンド勝負を展開しようというエメリア・エンコ・アレキサンダー。フロントから首を取っていきます。あのサードではやっぱりあのシュートボクサーの選手ですから、うるさい、うるさいと思ってるんですね。そうですね、そのあたりからまずはテイクダウンを奪って、奪って上から殴りつける、チャンスあれば決めると、はい。まあ、ベースはヒョードルと一緒で、はい、まあ、3歩あるいはコマンド3歩と見てますから、はい、グラウンドに持っていってもエメリアンとアレクサンダーはもちろん力を発揮できます、はい、というよりもグラウンドに持っていった方がいいんでしょうね、彼にとっては。 はい、それを押し込んでいこうというアスエリオシーバ、果たしを取りました。左引きで引きつけ、このパンチの破壊力はしかし相当重いものがあります。まあ、小池さん、パンチにはやはり場内も湧きますね、このパンチ。ねえ、一発一発重いですね。重いですよ。氷の拳の音と左の耳のあたりからちょっと出血して出てますね。赤いものが見られますが、左から右のストレート、パンチを叩き込んでいった。シューバー、下がりません。ただシューバーもですね、この2年間の、はい、あの右膝を怪我しましてね、ずっとあのリハビリに勤めておりました、ただバレンタインオーフレームを簡単に今やっつけて、その後山本の一戦に立ったら11秒でやっつけた選手ですからね。そうですね、聞いてますよ、パンチが。ちょっとフラフラしてますからね、あんまりもらいすぎるとガードはしてますけどね。強引にエメリア・エンコ・アレキサンダーがアスエリオをグラウンドに持っていこうとします。ちょっとアスエリオがこれ持て余しちゃってコントロールできませんね。体格差もありますし、ね、力に任せてエメリア・エンコ・アレキサンダーがアスエリオを抑えている、そんな感じがしますが、受け身受け身になってますね、状態が。クリンチ合戦、鼻血もちょっと。さあ、ここも倒していった、エメリア・エンコ・アレキサンダー。ここからですね、198cm120kg、フルコースが出るか、ここはガードを取っています、アセリオ・シューバー。力は高田さん、これありますね、やっぱりね。そうですね、これだけの体格ですからね、はい。もちろん普段はエメリア・エンコ・ヒョードルと兄と共にスパーリングを行っているエメリア・エンコ・アレキサンダー。あのヒョードルと小さい頃からトレーニングしてるわけですから。さあ、拳を落としていった。左の拳、右の拳、当たりは浅い。やっぱりあの肘を上げて肩で打つようなパンチですね、この辺りはやはりな感じですか。ロシア独特の、しかしこれヒョードルと同じだけの強さを持った選手がもう一人現れることになりますと、さらに分かんなくなっていきますね。まあ、いずれはお兄さんの頂上決戦をやるつもりかといったら、それだけは避けたいと本人話していたんですけれども。さあ、体勢を強引にサイドを取ろうとしましたが、おー、うまく返した。今度はアレクサンダーが下になりました。あまり入ってこなかったら距離を取ります。アスエリオが上から見下ろす格好です。右の入ってきた、届かない。しかしまだサイドのシーンをフック、あれを効きますね。テイクダウンを取るフックです。あのガードの上からでも効きますよね、ちょっと
と嫌な表情をしているアセリオシウラ。サイド疲れましたね。このアレクサンダーのテイクダウンはアセリオは全く防ぐことができません。振り回されて倒されてます。そうですね。これ今ヘビー級前線にはもちろんヒョードルがいて、そしてノゲイラがいて、ミルコがいてという、はい、まあ、その他にヒーリングなどもいますけれども、はい、パワーという点ではどうでしょうね、このアレクサンダーはね。抜けてんじゃないですか、今挙げた名前はさらに上に行くような、そんな感じもしますが、あとは経験ですよね、まあ、バーディートゥードと呼ばれる舞台が実戦経験しているということですが、はい、まあ、いわゆるこうプロ形式のリングではないようなんでね。そうだ、はい、マウスピース、うん、マウスピース落ちました。アステリアのマウスピース落ちました、それだけエメリア・エンコ・アレキサンダーの圧力を受けています。アステリオ・シューバー、重たいですね。見てるだけで伝わりますね、この状態でもきついですよ。ここはドントムーブがかかりました。同じポジションでリングの中央に移動されて試合はリスタート。ただちょっと鼻血が出ているのはエメリアン・アレクサンダーの方です、はい、ちょっと苦しそうな感じしますね。高田さん、アスリートの立場から見ますと、まずこの力をですね、パワーをどうかわしていくかというのがちょっと課題になるような気もするんですが、どうでしょう。ですからこれ、バンダレシーバーが、アレキサンダーのようなタイプはスタミナは多分ないと思うんで、なるほど、ここをしのいでね、はい、行くと、もしかしたら体格差ありますけども、部がアセリオの方に向いてくる可能性は十分あります。何しろシュートボクサーです、ミドル級のチャンピオンを生み出したシュートボクサーアカデミー、そのバンダレーシューバーの姿を先ほど捉えましたが、まあ、ミドル級バンダレーで王者を取って、そしてヘビー級はこのアセリオで頂点を取って、はい、実はシュートボクサー来年25周年だそうで、はい、来年25年目にはミドル級ヘビー級ともにチャンピオンはうちがいただこうと、それがどうやらシュートボクサーの思惑のようですが、夢物語じゃないですか、ね、そうですね、このアセリオも十分力ありますからね。はい、第1ラウンド残り4分です。第1ラウンドは10分間。ここからエメリア・エンコ・アレキサンダーがどう崩していくか。力はもうこの5分6分で十分に伝わりました。やっぱり爆発力でしょうね。爪の、きつさといいますか、はい。やっぱお兄さんはここでね、はい、止まってないですからね。そうですね。あのゲイリー・グッドリッチが何個でも出てたからね。チャンスと見るには攻め込んでいくようの強さ、まあ、もちろんプロ経験という意味ではこのアレキサンダーもないんですけど、ただ素材としてはこれは怖いものがあります。ミシですね。さあ腕を取るか。アレキサンダーの右腕が挟まれていますが、これはほどけました。ちょっとポジションが悪い状況です。アスエリオシーラも何とかしようという、そういう表情をしているんですが、何しろパワーがすごい。そうですね。ここもドントムーブがかかりました。ポジションもセンターに移動して試合スタート。一旦時間が取られました、エメリアンコ・アレキサンダーの鼻からの出血の状況一旦見られるんでしょうか。いや違いますね、アスエリオシーラでしょうか。一旦時計は止められています。アレキサンダーの、そうですね、血液のチェック、はい、出血、鼻からの出血、はいはい、ドクターのチェックを受けました。ただ腕の振り回し方などを見るともう意に介せずという感じで、アレキサンダーは突き進んでいますが、まあ、セリオにとってここまでの展開で壁になっているのはやっぱ 体格パワーだけですからね。そうですね、何しろ18センチで13キロ差。そうなんですね。これ大きいですよ。これをどうしのいでいくか。ただアレキサンダーもここから最後の決めの部分まではまだ見せられていません。そうなんですね、ここからの展開ですね、こういう展開になった時ってお兄さんのヒョードル選手って本当顔をこう叩き割るようなすごい氷の拳が来るじゃないですか。 それがアレキサンダー選手にはまだないですよね、ただ森さんですね、はい、エメリア・エコサイドですが、ここからはギロチンで締めていくという指示が出てるんですけども、あーなるほど、はい、それを何かこう無視するようにですね、パンチを出しているという現在の状況です、はい、まあ、いわゆるこういう完全なプロ形式のリングはほぼ初めてなんで、まあ、落ち着いてない部分もね、スタミナ配分であるとか、作戦であるとか、試合前にね、描いている青写真がハマってないのかもしれませんが、ここはブレークがかかりました。いい色ですね。両者に対してイエローカードです、はい、消極的な動きを誘発している行為にイエローカード、バンダレーシーバのちょっと眉間のシワが気になりますが、
ただこれセコンドで見ているファンダメもおそらくこの体格差はちょっと厳しいかなという感じで見てるかもしれません。そこの服もハイスピードで当たらなくても力はあります、はい、エメリア・エンコ・アレキサンダー右四つになりました。テイクダウン合戦になるか。このテイクダウンではエメリア・エンコ・アレキサンダーがここまでは力を見せている。この状態もね、はい、中盤苦しいですよね。これだけでですか。支えてますから相手を。これだけでも苦しいですか、苦しいですよ森さん、はい、焦る。テイクダウン、はいどうぞ。とにかくね、パンチを打てという、まあ、とにかくセコンドの指示を聞いてくれと言ってね、もうバンダレーシュードはもう、マットに手を叩いたり頭を抱えたりですね、もうなんで俺たちの言うことを聞いてくれないんだという、怒りのセコンドですね。それが先ほどカメラで捉えたバンダレーの表情だったんですね。そういうことですね、かなりその眉間にしわ寄せて厳しい表情していましたが、ただどうでしょうね高田さん、はい、言うことを聞いてくれないというよりも聞かせてもらえないって感じはしませんか。見た目以上にこの体格差っていうのがね、バンダレー頭抱えますよ、それだけこれアレキサンダーのその圧力ってのはすごいですね。圧力がすごいんでしょうね。かつてあの体の大きな選手といえばトモエリクさんと戦う選手が、ね、いなくて、そうなんですよね、マッチメイクに苦しんだことがありましたけども、それだけのパワーを兼ね備えた選手がプライド戦線ヘビー級に名乗りを上げてきたのかもしれません。残り1分出してますよ。シューバーパンチ出してますよ。このアレキサンダーの圧力をどうかわして、あ、右からストレート、下からストレート、反撃してますね、セコンドの指示は届き始めているか。腕を取ろうとしている、三角を狙おうとするか。しかし強引に体をねじ込んでいく、密着していきますアレキサンダー。先ほど竹下アナウンサーからはギロチンを狙っていけと指示が出ていると、セコンドからはそんな指示も出ているようですが、残りは30秒。アレキサンダーもここからの展開がサイドに取ろうという意識はないですね、はい、あ、そうですか、なかなか最後のシーンが見られませんが、ほぼ初めてのプロのリング、1秒1分と進むごとにエメリア・エンコ・アレキサンダーに経験値が蓄積されていきます。この選手がこれだけのパワーを持った選手が経験を積んでいけば、果たして1年後はどうなっていくんだろう、そんな怖さもありますが、さあここは第1ラウンド終了しました。最後の爪のシーンこそありませんでしたけれども、ヒョードルの弟エメリア・エンコ・アレキサンダーが比類なきパワーを見せつけています。セコンドでは藤丸会長が相当大きな声で、ね、アスエリオに指示を飛ばしています。まあ、おそらくあの大きなアレキサンダーをどう裁くかという指示を言ってるんだと思います。この状況もですね、どうでしょう、普通なら倒れないような体の預け方という気もするんですが、まあ、次のラウンドは距離を取って、なんとか下からローキックで攻めてですね、はい、細くて長い足はローキック効くと思うんですよ。あ、そうですか、まだこの試合はありませんね。ありませんね、下から崩していってうまく組みついて倒して上に乗りたいですね、はい、シューバーはシュートボクセの面々がアスエリオに指示を与えています。懐に入ってショートアッパーも有効ではないかと思いますよね。ただね、リーチ長いですからね、そして何しろシュートボクセですからね、これだけの鍛え抜かれた友達の頭脳がアスエリオに注ぎ込まれて、果たして2ラウンドどんな事態の打開を見せていくのか、そしてヒョードルの弟は最後はどんな勝ち方をしていくのか。日本初登場、ヒョードルの弟エメリア・エンコ・アレキサンダー、ミリオンリングアセリオ・シューバ、さあまずはいきなり飛び上がってパンチを叩き込んでいったアセリオ・シューバ、テイクダウンがね、アレキサンダーの分が、ね、いいですからね、はい、倒されないように。これヒョー、アレキサンダーは1ラウンドと同じ形で来ると想像されますか。そうですね、どうしてもやっぱり、しかし大きなアレキサンダーを持ち上げましたよ。やっぱりアセリオ使われるんですね。となるとこの2ラウンドの見方はですね、高田さん、はい、アセリオ側がシュートの上側がどう打開していくかというポイントになると思うんですけど、はい、もっと動けと、もっと打っていけと思うんですけど、かなりね、アレキサンダースタミナ切れてきてますね、はい、そんな感じがしますね。今も上げられるシーンじゃないですから、いとも簡単に持ち上げられましたから、はい、
1ラウンドはなかったですからね、ああいうシーンはね、ここから展開が変わるかもしれませんよ、はい、となると1ラウンドの10分間アステルが待ちに待ってようやくこの2ラウンド、どこかほころびを見つけることができるか。そうですね、肩を決めに行く。ただ足は服されています。1ラウンドはこのアレクサンダーが下なるシーンがありました。あ、取りました、取りました、ポジション取りました。アセリオシューバー、ここからどう攻めていくか。そしてアレクサンダーのディフェンスの技術はどうか。パンチを叩き込んでいく。嫌がってますよ、確かそうですね、今度は後ろ、パンチを叩き込んで嫌がって後ろを向いたところ、さあシュートボックスでヘビー級アセリオシューバーの太い右腕が腕に首に絡みついていく。初参戦のヒョードルの、しかし脅威のこれを持ち上げた。本当に長いですからね、コントロールしにくいですよね、はい、ちょっとアレクサンダーの顔の形が変わり始めていますが、今どうやらマウスピースも落ちたようです。苦しい、アレクサンダー苦しい、まあ、チャンスですね、シューバーチャンスです。第1ラウンドとは完全に形勢は逆転しました。もう棒状になってますから、アレクサンダーの方が。あ、なるほど、この状況はつまりアレクサンダーというのはどういう力が入らない状況なんですね。そうですね、もっと丸まって回転したいとか、守りたいけれどもなかなかその守りの体勢が取れないアレクサンダー。あ、疲れてますね、口が開き始めてきました。口で呼吸してますよ、はい、あ、苦しい。さあこの状況をアステリオがどう仕留めていくか。2年ぶりの何しろプライドのリングです。まあ、このプライドのリングに上がる前に一つブラジルで、まあ、アイドリング的にバリフの試合を行ってきましたけれども、はい、本格的な実戦復帰はこのプライドのリングが2年ぶり、アセリオシューバー。これにこだわらないですね、シューバー上に乗って、殴りに行った方がいいですね。シューバーが狙ってるのは確認ですけど、首でいいんですか。とにかく首狙ってますけど、入らないと思うんですよね、この状況では、この状況で横浜にバチャリのスク、しかしアレクサンダーが逆の対戦だった。こうなると逆の対戦になりました。アレクサンダーがようやくこの局面を打開しました。しかし上になって、あ、しかし休まないアレクサンダー休まない。残りは2分です。試合は2ラウンド制です。あと2分です。上になっている、ガンガン行ってもらいたいですね。確かにちょっと疲れてますね、ベタッと乗ってますからね、動きが止まると上半身息で上下しているのが分かります。であるがゆえ焦るにチャンスがあるわけなんですけどもね、はい、ただこの大きな体が上に来ますとちょっと苦しいが、いや今度は左腕に突破口を見出すか。いや焦る滑る。試合は2ラウンド、もう十数分戦い抜いている両者、焦る滑ります。上にガバッと覆いかぶさっているアレクサンダー、ヒョードルの弟アセリオシューバーは2年ぶりのプライドのリング。この2年間はノゲイラの笑顔、そしてヒョードルの強さ、ミルコの石鹸をただ待つしかなかったアセリオシューバー。ヒョードルの弟だということは強く意識していると語っていましたアレクサンダー。アレクサンダー攻めなきゃダメですね、両者に乗って苦しい。あと1分です。アクション止まってますから、あ、レフリーがブレークをかけました。第1ラウンドにすでに両者イエローカードを1枚ずつもらっています。森さん、はい、アセールサイドもうこのスタンド勝負ですね、パンチです。そうですね、なるほど、でも一発勝負ですね、第1ラウンドから大きな声を飛ばしているバッタレーシューバー、両者に対してイエローカードです。あ、右のストレート、フェイントを交えながら右のストレート、しかしアレキサンダーは倒れない。タックルに行くか、それを切った、覆いかぶさっていくアレクサンダー。残りは1分切っている。表向きに返したエミリアエンコ、アレクサンダー。やっぱアレクサンダーの、ね、圧力が強いので、そうですね、あの、いやいやのタックルですよね、はい、取りに行ったタックルじゃないですよ、ね、あ、そうなんですか、苦し紛れのタックルです。そしてこうなると自分の力で起き上がるのは苦しいアセリオシューバー、はい、しかし右のフック、アレクサンダーも最後の力を振り絞って叩き込んでいく。初参戦のヒョードルの弟エメリア・エンコ・アレクサンダー、表情は厳しい。アステリオもここは守るのが精一杯か。第2ラウンド時間がなくなっていきます。ポジションはまだしかし完全には取れていないアレクサンダー。ここで第2ラウンド終了のゴングが鳴り響きました。判定に入ります。
プライド初参戦エメリアエンコアレキサンダー対するアセリオシーバ、およそ2年ぶりのリング。両者の戦いはマストシステムによる判定へと持ち越されました。両者の汗が目立ちます。そのパワーは凄まじいものがありました。エメリアエンコアレキサンダー、そのパワーの前に1ラウンドは押されて自分の攻撃を出すことができなかったアセリオシーバですが、2ラウンド疲れてきたところ、特にこのスリーバーの場面ですね、チャンスは一緒だったんですが、チャンスでしたね、ただ最後の最後を決め切ることができませんでした、はい、このあたりはパワーの差なんでしょうか。さあ両者がリング中央、まもなく判定です。アセリオシーバ、ヒョードルの弟エメリアエンコアレキサンダーが、判定の結果をお伝えします。ジャッジ三宅アレキサンダー、ジャッジ和田アセリオ、分かれました。ジャッジトルマアレキサンダー、3人目はエメリアエンコアレキサンダー、判定は2対1スピリットでしたが、3対1プライド初登場、ヒョードルの弟エメリアエンコアレキサンダー、判定までもつれ込む苦しい戦いでしたが、プライド初陣白星でスタートです。アセリオシーバは判定を気味にして今花道を後にしていきます。アセリオがポジションを取れなかったその最大の理由はやはり高田さん、アレキサンダーのパワーですかね。パワー、体力差ですね、最後シューバーいい展開を見せてくれたんですけど ね、やっぱり体格差で返されてしまいましたけど、最後の決めのシーンまではありませんでしたが、ただ小池さん、はい、このエメリアンコアレキサンダーが経験を積んできちっと技術を覚えてきた時に果たしてどうなるのか、1年後2年後どんな風になってるのか楽しみですよ ね。ひょっとしたらエメリアンコ兄弟がヘビー級の頂点を争う、そんな日も